はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。10時半を回って40分になろうとしてますね。9月の16日の金曜日になりました。9月もいよいよ後半ということですね。いやいや、ほんまに、ほんまに 日が経つのが早い。千代田区27度でございまして、この部屋は27ぐらいですね。27.5 ぐらいかな、27ぐらいですね。はい、同じでございまして、日経平均今日は下げてますね。301円安ということで、昨日のニューヨークダウが173ドル下げました。はい、その他ドル円は 143.0 で、あんまりこれ変わらないんじゃないですかね。原油先物がやや下がってまして 85.50 という感じですね。ビットコインはこれだと2万をキープしてるんちゃうかな。ビットコイン、ビットコイン、いや、2万切ってますね。 19,768 ドルです。注目のドルウォンですが、1396.75 というところですね。昨日ですね、一瞬だけ1400覗いてましたね。一瞬ですけどね。今、1397点で、多分これどうでしょうね。1397、96ですけども、今日もまた覗くんちゃうんかな。もうあとちょっとですからね。なんか知らんけどやっぱり1400をこだわってるようですね。はい、大丈夫かな。さて、そのウォンの国なんですけども、ハンギョレにこういうのが出てまして、韓国大統領室、国連で韓日首脳会談…日本決まっていないという、向こう側のメディアはいくつかですね、国連総会に出席する岸田総理とですね、お隣さんのユン・ソンニョル大統領の会談ができるというふうに、会談をする予定というふうに発表しています。まあ、相変わらずのですね、フライングと言いましょうか。多分大筋では合意してるんでしょうね。じゃあご挨拶しましょうぐらいの、大筋では合意してるんですけども、日程調整がまだできていないということですね。でこういうのってね、途中で情勢が変わってね、やっぱりやめっていうことになるあるんですよ。だから確定するまで日本は発表しませんね。このハンギョレちょっと読みますと、韓国の大統領室は20日から米ニューヨークに開かれる第77回国連総会の出席を機に韓日首脳会談が開かれると発表したが、日本政府は現時点でまだ何ら決まっていないと一歩引く姿を見せた。キム・テヒョ国家安保室第一次長は15日ソウルのヨンサン大統領室で行ったユン大統領の英国、米国、カナダ訪問18から24日、関連ブリーフィングで韓米韓日首脳会談を行うことで早期に合意し、日程を調整しているとし、厳しい日程なので30分余りの短い時間で集中的に進める二国間会談になると思われると述べた。韓日首脳会談が行われれば2019年12月以降2年9ヶ月ぶり、韓米首脳会談は今年5月のジョー・バイデン大統領の訪韓以来4ヶ月ぶりとなると。まあ以下うにゃうにゃうにゃと続きます。多分さっき申しました通り、その首脳会談をするという大まかな合意はできてるんでしょうね。さて、でも19日やったかな、の月曜日が、エリザベス国王の葬儀でして、それが終わってから20日ですかに国連総会出席という段取りらしいですけども、その間ですね、キッシャンは誰と会うというような予定もまだ発表されていないんではないんでしょうかね。
この前もなんか聞いたように国連行ってましたけど、なんかわけわからん、核廃絶なんたらかんたら会議で、別に出んのにっていう言ってましたけど、その時もバイデンさんとは会ってませんでした。まあバイデンさん普段ワシントンにいらっしゃるわけですけど、ワシントンとニューヨークっていうのはどうでしょうね、東京大阪ぐらいのあれでしょうかね。だからあんな飛行機がヒュッとすぐなんです。高速鉄道もありますけど、大体飛行機ですね。でも会うことはできなかったわけでして、で今回 もう日米首脳会談の予定は言われてませんので、バイデンさんは別に、来いとは言っていないんでしょうね。であれ、岸さんはイギリスのあれですね、国葬には行きませんね。だからいきなりニューヨークに入るんですよね。イギリスエリザベス女王の国葬にはですね、金城陛下がですねご夫妻で出席されるということですから、まあ別に岸さん行かんでもええやんということですね。はい、格上ですから天皇陛下の方が国際的にはね、現に国家元首ということになります。はい、それで、お隣さんなんですけども、その首脳会談できるってまた大騒ぎしてるという印象です。で、首脳会談をすればですね、何か全てのに日本とは お隣さんの間の全ての問題が解決するぐらいにお考えのような、そんな感じなんでしょうね。なんでそうなるの不思議でしゃあないんですけどね。首脳会談する、大体でも首脳会談というのは最後のちゃんちゃんでして、途中で事務方がですね、首脳会談で合意すべきものを積み上げるんですよ。今回だから何も積み上がっていないはずで、そんな首脳会談をね、30分行ったところでね、挨拶だけやんというですね、挨拶だけで終わるわけであって、そこにほとんど意味がないわけですね。なのになんでそのお隣さんって、まるでその首脳会談さえできれば全ての問題は解決できるというふうに考えてるところがですね、不思議でしゃあないですね。なんていうのかな、お隣さんってね、その対日本に限らずですね、やたらとですね、その自己、その自分たちはこう自分たちの言い分が正しいと、そうなるべきというふうに、まあ、押し付けがましいわけですね、日本語で言うと。で、それ相手は自分の言うことを聞くと思い込んでるところがあるわけですね。で、自分がこうしちゃったんから相手はこうしなあかんというふうに。最近のあれですね、なんかバイデン大統領のチップ協定、チップ4かなんかに参加するって言うてあげてんから、なんで通貨スワップしてくれへんねんみたいな、そんな論調になってて、君らね、ほんまになと。まあ子供の発想っちゃ子供の発想ですね。なんでそういうふうに考えてしまうのか不思議でしゃあない。こう人間関係とかね、社会的常識っていうのはその国によって微妙に違ってくるわけなんですよ。その微妙な違いというものをね、理解しようとはしないのがお隣さんで、不思議な人たちですよね。私は在日の方はね、親しくしていただいた人は何人かいるんですけど、まるっきり向こう人はですね、ほぼ知らないんです。まるっきり向こう人は。だから、まあ、よう分かりませんけど、それ関係の本を読んでるとね、まあそういう感じやということがよく書いてあるんで、変わった人やたちやなと。あれだけね、外国にもよく出ていくわけでして、移民してる人も多いわけですね。で、移民してる人もたまには帰ってきて、お前らそんなことしてたらあかんで、外国行ったら来いねああやねって言わへんのかなと思うんですけど、ただね、向こうの方っていうのは聞くところによると、こうもう帰らないんですよね。一旦留学とかなんとかして、で一旦出て行ってしまって、向こうに何か生活の拠点とか気づくと、あんまりこう母国を振り返らないらしいですね。日本人は大体帰ってくる人多いですよね。一部ノーベル賞受賞者帰ってきませんけど、日本は住みにくいみたいな感じで、まあその会う人は会わない人はありますからね。日本人であろうと、日本人社会に合ってる人と会ってない人いますから、
私なんか半分合ってないタイプだと思ってるんですけど、自分ではね、まあそれはいいんですけど、まあ合う合ってないは別にですよね、相手方がどう考えているのか、どういうふうに取られているのかということをですね、まあ日本人はね、忖度するという言葉があるぐらいでですね、相手側の立場を考えてみる、相手がどう反応するやろっていうのを考えてみるというのをやりますけども、お隣さんがそれなさすぎるんですよねこれが不思議やわ。特に外交の場ではね、そのどう言いますかね、それをやらないことにはですね、話はなかなか前に進まなかったりするわけでして、ね、まあそればっかりやっててもしゃあないですよ。当然こちらの主張もやらなきゃなんですけど、相手はどこを言うたらどうでんやろう、どう考えんやろうという、それが結構必要なことであって、別に相手に合わさなあかんとかって言いませんけどね、ただこれは相手を理解するということが必要なんです。そこの機能が完全に欠落してるんだろうなと毎回そう思いますという、まあ、話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。